この変装で一体どんないたずらをしでかそうっていうのか。どうやら立ったまま居眠りを始めてしまったセロおじいちゃん。眠いだけです。途中のおじさん本気で心配してくれてます。ちょっと眠たかっただけです。飲み物、お茶ありますか？お茶ない。お茶。飲み物ってここは電車の中だよ、セロおじいちゃん。ああ、よっぽど喉が渇いたのかポスターまで取っちゃった。で、どうするつもり？ざわめくみんなをよそに知らんぷりでごっくり。セロおじいちゃんの不思議ないたずら大成功。うまく驚かせた後は本当にお茶が美味しいね。さてと、お茶が紙に戻っちゃった。セロおじいちゃんの不思議ないたずらはまだまだ続く。セロおじいちゃん、続いてやってきたのは日曜日の遊園地。ここではどんないたずらを仕掛けおったのかな。愛想を振りまきながら人がたくさんいるところでまずは小手調べ。スローおじいちゃんのいたずら大成功。さてさて、次はどんないたずらをするつもり？みんな乗り物何一番面白いですか？はい、じゃあわし耳遠いので大きい声でお願いします。あ、おいしいですか？聞いてます。あ、どうしちゃったのおじいちゃん。いいですか？風邪ひいちゃったかな。すいません。驚かせすぎちゃったかな。セロおじいちゃんまたもや大成功。どっぷり日も暮れてきた遊園地。
じいちゃん、今度はピエロのショーを見学しに来た様子。ピエロさんから風船をもらうと、まるでメアリー・ポピンズのように空を舞うセロじいちゃん。その時、なんとセロおじいちゃん空中から真っ逆さま。おじいちゃん大丈夫？心配して集まってきました。もちろんおじいちゃんはみんなをびっくりさせただけ。皆さんの街にもセロおじいちゃんがひょっこり現れるかもしれませんよ。